ダンサーやん。ダンサーやん。山本さんです。お久しぶりです。お久しぶりです。今日は山本さんと12時間連続撮影をして企画で急にね。やってまいりました。あれ、あれ、ありです。やったっけ今。やりましたよ。やったか。あれです。今日は持ち方のね説明とかもさせてもらったんですけど、持ち方をうまく使って基礎のこの跳ね上げですね。はい。を楽しく、おかしく、美しくやっていきたいと思います。なるほど、はい、バドミントン始めた頃はね、そうやるもんね、こういうのとかでもこれってやっぱすごい大事。ああ。硬く握りすぎないとか、柔らかくとか、いろんな発展とか、確かに。あとはバドミントンがね楽しくなっちゃう。おお。小学生とかね、基礎の初心者の人でも楽しくできると思うんで、いろんな跳ね上げを楽しくやっていきたいと思います。お願いします。はい、まず一つ目はフォアハンドで跳ね上げをやっていきたいんですけど、まあね、持ち方の基礎も見てほしいんですけど、硬く握りすぎない。なるほど、ね、柔らかくラケットの重さを感じながら打つのが大事になります。うんうん。なので手のひら3本とフォアは、まあ、こういう風に縦に向かった時に3本、うん、親指が横に入って、その人差し指が鍵になるようにしてます。ここで支えながら軽くですね、ふわふわするように持ってもらって跳ね上げる。なるほどなるほど。をやっていきたいと思います。いけます。随分簡単そう。やれますね。まずはこれがステップ1ですね。安定してますね、アリさん。そうなんですよ。でこのくの字を作ってあげる。はい。まっすぐじゃなくてちょっとくの字にしておいて、はい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 。で、あとは大事なのがシャトルのコルクが上向いた、下向いた、うん、わかります。うん。こう向いた、こう向いた、うん、もうちゃんと下向いた空気を見て当ててあげる。なるほど、下になった、なるほど、ラケットとシャトルが視界の中にあると見やすいので、うん、視界の中か、こういう風に構えたりとかこういう風に構えないな、ちゃんと目の中にラケットとシャトルがあると、あ、そういうことね。そう、その顔の後ろとかではやるなってことね。そうそうそう、ここから持ってきちゃう、子供たち見えなくなっちゃう。うん。ここに置いといてあげるとまずいいかなと思います。なるほど。あとはまずはね、振りすぎないで、うん、この形で作って柔らかくこの重さで打つのと、慣れてきたら自分の教室とかでは、あの足バドミントンこう足とラケット合わせて打つから、こう右足の着地とこうやって打とうねとか、足前にしといてみたいな、慣れてきたらこういう、なるほどね、踏み込みながら打ちましょう。つま先の先で打てとか言いますもんね。はい、そういうことです。で、目線の位置でね、そうすると見やすいし、体重も乗りやすいし、ラケットを軽く持ちながら打つっていう、これが1個目、フォアハンドです。おー、分かりやすいね、相変わらず。やってみてね。おう、ネクストステップ、第2。はい、今度バックハンドにしよう。おう、バックハンド。で、バックハンドは持ち方ちょっと説明ざっくりすると、はい、ラケットの形と親指のね、爪の形が、これがガットです。え？爪がガット。爪がガット？そう。で、ラケットヘッドっていう風にこう合わせてあげるね。ああ、そういうことです、そういうことです、そういうことです。わかる？ここが面とね、親指がね。そう。だからこう、違う方向を向いちゃったりとか、うん、とんがっちゃったりとか、うん、出てないとか。あ、とんがるのいいっすね。これね。爪が、爪えぐるね。出してくださいって言って、これ出すよ。えぐるスタイルね。そうそう。この形。あとはこの手のひらが全部くっついちゃうとパンチになっちゃうから、この親指で主肉を押すじゃないってことなの、ここで押すような形にしてあげて、ここは空間があるとギュッとね、そう、ヘッドの重さ感じやすいんで、これポイントかなと思います。ざっくりはこの形でやりましょう。で、これを上向けてあげる。はい。で、多分バックハンドはこれ一直線にこうやってなる人があんまいないです。あんまいないね。ちょっと曲がるところから横で目線
の高さでラケットの重さ使って、まあ、慣れてきたら足合わせ、うん、さっきと一緒ね。そうそうそう、うん、なるほど。振りちっちゃいっすね、アリさん。うん、まずはね、まずはね、ちっちゃく。これ第一ステップ。あ、そうか。ここはあの、一度上がったんです。という形が、1になります。はい。はい。出せみてください。ヘッドを下げて立てる。面を向ける。うん。そこから上差し飛ばしたり。ああ、そういうことね。さっきはこうでした。うん。下げてもさ、この重さから2。うん。で、このヘッドが上差したところから行きましょう。はい。はい。行きます。スタート。はい。ちょっと高さ出ます。上から。おお。なんか軽く飛んでますね。そう、ダイナステップするとラケットヘッドを上げとくようにしてもらいたいんですけど、最初に最初に上げといて、スタートに上げて待って、うんうん、でポイントとして早く面をこの上に向けすぎない、うん、悪いやりますね、悪いやり。おお。確かなんか力が伝わってない感があるような、ないような。あと初心者の人が多くてちょっと見えるよね、うん、ポイントするとギリギリまで立てて待ってもいい。ギリギリまで待ってて合わせて合わせて合わせてどこで打ったんですか最後。今今どこで打ったんですか。で、待っとく待っとく待っとく、これです。どこで打った今。できるところちょっと見てください。あ、はい、上げといて、うん、あー、うまい。あ、うまいね。下げる。下げる。つなげると綺麗になります。おお。いつもね、あとまっすぐ整理。よくない。よくない。伸びすぎちゃってると。うん、なるほどね。あ、あ、中学時代のアリさんだ。中学時代のアリさんだ。だって肘を軽く曲げといて、まっすぐ。ああ。落とすを柔らかく使ってもらうといいんじゃないかなと。なるほど。これが上げるのフォアの中が1、2、3です。はい、やってみてください。おう、はい、4つ目。これやったってことは、これやったってことはバックのバックハンズ。そうで、バックハンドはまあ本当はフォアと一緒になるんですけど、ヘッド上で待っといて、もうギリギリまで待って引く振るなんですけど、うん、肘すごい大事です。確かに肘伸びちゃうと手首の回転だけなんですけど、肘軽く曲げてることによって、うん、肘ラケットになる。肘ラケット、肘からラケット、肘からラケット。だからヘッド立てた時に肘少し落としといてもいいかもしれない。ほう。そうするとここから肘上げる力がかかる。おお。ヘッドを下げることによって肘が上がる。ああ、そういうことか。こうするとレシーブも一緒だぞ。確かに、応用できる。そう、だから基礎の練習ですけど、先に繋がるんだ。うん。見せます。あかんの。肘上がってるわ。肘すげえ上がってるわ。顔ぐらい上がってるもんね。肘高っ。ずっと上がっちゃってる。これずっと上がっちゃってるとレシーブの時これでこれがじっと負けるな。なるほど、なるほど。つなげる練習をバックハンドにしてもらうといいかなと思います。大丈夫か。大丈夫よ。立てといて
うん、行きましょう。4つで終わり。ほい。5個目、今のフォアバックをつなげましょう。うん、フォアバック交互にいきます。よく昔やってたわ、ね、フォアバック。これも大事なポイントがリラックスすること、あとは持ち替え、うん、上げた時に脱力して持って、うん、立てて待ってきます。うん、うん、で、ヘッドを下げる時にスッと親指が出てくる。はい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 、上がるとまたから軽くなってきます。フォアスッと下がるから手のひら側に乗って親指がこう戻ります。はあ、これが上で、はい、フォアにする。はい、で、フォアで振った。はい、バックで上で持ち替える。はい、振った。うん、で、こうするんじゃなくて自然こう、なるほどね、バックっていうのを練習をしてあげるといいかなと。うん、バレリアからやりましょうか。はい、はい、バレリア。ここでバックに変える、はい、フォアに変える。で、ここでちょっとずつ力んでね、力入りすぎて変えるんじゃなくて、楽に持っててフォアで打ったらこう楽で落としたらバックハンドになってます。なるほど、はい、フォアハンド、はい、バックハンドになってる。いつの間に、はい、フォアハンド、いつの間に、はい、バックハンド、いつの間に、脱力ね、やっぱり軽く振ってフォア、ラケットを落とした時にスッとできる、うん、それ難しいよね、やっぱりね、難しいよね。でのフォアバック、ラケットを振るね、フォア、うん、バック、すごいこの持ち替えをしてもらうといいかなと思います。なるほど、これ5個目です。6目、ういフォア、バックをこれ下からの跳ね上げしました、うん、今度は肩の上にシャトル持ってきて、あの上からのフォア、うん、をバックハンドの肩の上に乗せて、バック下からのフォア、下からのバック、うん、上からのフォア、上からのバック、うん、うん、っていうと、この前と上からの練習ができます。なるほど、いきます。下、下、上、うん、下、下、はい、上、上っていうと、自分の下からの打点と上、うん、子供たちで言ってもね、初心者の人でも、うん、ここで打とうと捉える位置変わるのと、うん、うん、こういうどこに入るよ、どこに出すよって練習になるのかなと思う。距離感的な、そう、あなたとの距離感バッチグー。今日は待っとく、はい、実はこっちも上を待っとくので、はい、バック、はい、フォア、おお、バック、バックで、はい、フォア、バック、このように下からと上からやってみてください。距離感詰めるのうまいですね、アリさん、やっぱり6個目です。チャレンジステージ行っちゃいましょう。マジっすか、チャレンジステージ行けんの、行けんの、やるの、やるの、行けんの、おーい。バドミントンね、利き手の方でやる、片方の手でやるんですけど、うん、反対の手でやった方が脳の刺激とかもなったりいいので、楽しみながら右左を使うチャレンジステージ、ふぅ、うまっ、うまいやん、はい、今チャレンジステージで右左交互としてフォアにしてます。バックハンドいっちゃいましょうか、バックハンド、うまいじゃん、バックハンドいきますよ、うまいじゃん、そうなんだ、っていうフォアのバックとかね、左を交互にするっていうのも楽しいですし、反対の刺激にもなるので、うん、やってみてください。7個目です。8個目いきます。はい。
8個目は、やっぱ握りが硬すぎちゃう、ね、うん、人のための練習です、うん、1回離す卓球か1回上げる卓球か卓球かっていう練習しましょう。はい、だったら1回下げて上げてから、はい、おお、なるほど、そういうこと。嫌でもね、手離さなきゃいけない。確かに、離す勇気ね。離す勇気。なんならちょっと回したくない。回すのもありか。打った後回す人いるよね、結構でも。あ、ね。離す。まあ、離すを回すに変えてもいいけど、8個目としては、離してみましょう。ああ、いいね、それ。いいよ。ああ、離す。なんなら持ち替えてもいいし。うん。いろんなバリエーションが。やりやがったわ。やりやがった。ラゲットは大事に。ラゲットは大事に。ただこの練習やってみてください。おい。おう。9個目いきます。聞こえてる。聞こえてるよ。9個目いきます。聞こえてるよ。9個目はラケットの感覚ね、距離感出すために、あと楽しく、おお、これ小学生も大好き。確かに。いきましょう。じゃあフォアバック後ろ入れようかな。うん、フォアバック、ここから、うまいじゃん。フォアバック、うまいじゃん。後ろ、うまいじゃん。うまいね。っていう後ろ、まあとっさに、ね、使うこともあるかもしれないっていうところもあるけど、まあなんだろう、距離感とか、うん、まあ、バドミントン楽しいよねっていうところに、こっちやってみようかっていうのは今日してます。大事だね。そう、楽しいから、ね、楽しくね、どんどん話したりとかして、うん、嬉しいかなと。楽しいが一番、楽しいが一番ですね。バドミントン好きだったらどんどん強くなりますから、ね、やってみてください。できるかな。はい、10個目いきます。10個目は、はい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 、また抜き、また抜きです。ああ、10個目いきます。フォア、バック、おお、バック、なんかちょっとこう先に待ってるよりも、うん、こうリズム合わせてパンってやった方がちょっとかっこいいかな。洒落てる、洒落てる。ちょっとちょっと本場の試合中それ出されたらきちいな。かっこ悪いよ。そっちかっこ悪いね。だから、おお、逆とかも左足前、左足前。はい、次は、うまいね。あれなんか、え、ヒップホップ系、ヒップホップ系ダンサー。ちょ、近い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 、ヒップホップ系ダンサーじゃん。みたいなことをやってあげると、また抜きも楽しいから。これが10個目です。これはスーパースーパーエクストラステージなので、やる際にはラケットを、ね、落とさないようにと気をつけてください。はい、大事にラケットを落としません。エクストラステージ、ラケットを、なるほど。難しいね。まあ、ラケットね、回転も使ってラケットしながらキャッチも。一回目線もね、こう離さないといけない。確かに。相手の動画を上げて相手見るって練習にあるかもしれないです。はい、はい。
はい、はい、なんてシャトルと目線を一回離して相手見る。ああ、そういうことか。こうやってこういうの練習みたいに回転させてラケットキャッチ、次取らなきゃいけない。ああ、なりますけど楽しい。アクロバティックにというアリシウムの一つとしてトリックハンドルが最後にエクストラに来ました。いろいろ組み合わせちゃう。フリーダムで。フリーダムで。はい。見たよ。ダンサーやん。ダンサーやん。もっと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 。もっと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 。よし、なんか音楽つけといて。みんなもよろしく跳ね上げやってみてください。あるでした。最後まで動画の方を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。以上、アーリーでした。